伊勢山と FC は、三重県伊勢市を本拠地とする社会人サッカーのクラブチームである。主要メンバーは、地元の伊勢市出身者が多い。1997年4月、FC パーサナが発足し、三重県サッカーリーグに登録された。2005年1月、伊勢パーサナ FC に名称が変更された。メンバーはほとんど変わらなかったが、運営は、 NPO 法人芝生の夢クラブが執行し、多くの住民や地元企業に支えられるクラブに変貌した。特に、地元ケーブルテレビ局の ITB がサポートすることになったことで、メディア露出が増え、伊勢地域でのクラブの認知度の大幅な向上に寄与している。2007年、元 J リーガーの中田十三を監督に迎えた、2008年1月の東海社会人トーナメントでは、 浜松大学サッカー部に敗れ、東海社会人、サッカーリーグ昇格を逃した。同年4月には、三重県社会人選手権で優勝したが、8月に開催された三重県選手権では、四日市大学サッカー部に1の5で敗れ、天皇杯本選出場はならなかった。同年7月、全国社会人、サッカー選手権大会東海地域、大会代表決定戦で、 藤枝市役所サッカー部に2-1で勝利し、本大会への出場を決めた。本大会では、九州代表のボルカ鹿児島に1-4で敗れた。2009年1月、東海社会人トーナメントで、シタクレスク、長良クラブに連勝し、5度目の挑戦で、東海社会人、リーグ2部への昇格を果たした。同年3月、三重県社会人選手権1回戦で、AC レオに敗退。 大会連覇、全社出場、天皇杯出場を逃した。この年の東海社会人、リーグ2部での成績は3位であり、一部昇格を逃した。2009年にはもう一つの前身クラブである、FC アイレと伊勢パーサナ、FC が合併している。2010年4月、法人名を一般社団法人伊勢大和クラブへ、チーム名を伊勢、大和 FC へそれぞれ変更、同月、 三重県社会人選手権決勝戦で FC 鈴鹿ランポーレに0の1で敗れ準優勝。2年ぶりの優勝を逃した。同年9月24日、中田監督との契約を解除し、監督解任後は3連敗でシーズンを終え、6位に終わった。2011年4月には渡辺健太代表、中田徹監督の新体制となった。新体制で臨んだ。 三重県社会人選手権は準決勝でマインドハウス4日一に1-2で敗れた。東海社会人リーグ2部では振るわず、最後までコニカミノルタ SC とヨカは不要クラブボラーレ FC 浜松と残留争いをしたが、最終戦で不要クラブに2から0で勝ち、6位を確保して2部に残留した。2012年4月、9名の新入団選手を加え、臨んだ。 三重県社会人選手権決勝では FC 鈴鹿ランポーレに0-2で敗れ、準優勝だったが、この結果全社東海予選、三重県選手権への出場が決定した。7月の全社東海予選では、アスルクラロ沼津に1-2で敗れ、8月の三重県選手権では、四日市中央工業高校 B に1から2で敗れ、全国大会出場を逃した。東海社会人リーグでは7位となり、 本来であれば、三重県リーグ広角となる成績だが、リーグ規定の変更によって、東海社会人、リーグ2部に残留した。2013年3月、木田淳監督、前田隆ーチ、菊川健治キャプテンの新体制となった。4月の三重県社会人選手権では、準々決勝で、本田鈴鈴不 FC に、PK 戦2-3で敗れ、全社東海予選、三重県選手権出場を逃した。 東海社会人リーグ2部では5位で残留を決めた。2014年社会人選手権は、初戦でビアティン・クワナに敗戦。リーグ戦も最下位に終わり、東海リーグからの降格が確定した。2015年監督が、次康弘に交代。社会人選手権は、初戦で、アヤマクラブに6-0で勝ったが、準決勝で t s v 1 9 7 3四日市に0から1で敗戦。 三重県一部リーグでは3位に終わり、東海リーグへの復帰を逃した。2016年、告げ体制2年目、社会人選手権、1から0クミュウ伊賀 FC、1から4ビアティン30、三重県社会人、リーグ一部では2位に入り、東海リーグ復帰をかけ、東海社会人トーナメントに出場した。結果、1回戦で FC ボンボネーラギフに0の2で、敗れ、昇格を逃した。 2017年、告げ体制3年目、社会人選手権、0から0 f c 四日市セントラル。前者三重予選1の3ホンダ鈴鹿 FC、共に、初戦敗退。リーグ戦より、渡辺健太が監督就任、代表と兼務することになった。リーグ戦は5位で終わった。2018年、渡辺体制2年目、天皇杯30県社会人代表決定戦は1時。 予選2回戦同じ県リーグ一部のホンダ鈴鹿 f c に0から2で敗戦。勝てば FC 伊勢島との初の伊勢ダービーが実現したのだが幻に終わった。県リーグは6位だった。2019年30県社会人選手権は鈴鹿クラブに1の4で敗戦。県リーグは3位。2016年。ありがとうございます。